和村美雪ミの検証費。彼の建設した不代水門の前に立つ和村美雪ミは日本の政治家。岩手県不代村出身。森岡中学から慶応義塾大学に進むが、健康を害して中退。不代に戻った。1933年、不代村で約600人の死傷者を出した昭和三陸地震の津波を体験した。後に表した。 回想録、貧乏との戦い40年では、阿弥教官とはこのことか。退席した土砂の中から死体を掘り起こしているところを見た時には、なんと申し上げてよいか、言葉も出なかったと実戒している。普代村役場で働いた後、1947年に村長選挙に出馬して当選し、以後1987年まで10期40年に渡り務める。 村長在任中には、三陸鉄道開業を記念して、俺の北緯40度の政策を指揮した。また、大津波対策として高さ15.5メートルの傍聴施設を建設した。1987年4月30日の村長退任の挨拶の際、村民のためと確信を持って始めた仕事は、反対があっても説得をしてやり遂げてください。最後には理解してもらえる。 これが私の置き土産ですと語った。1997年、88歳で死去。普代村では、前述の昭和三陸地震から、さらに遡る1896年の明治、三陸地震の津波でも、1 0 0人の死者、行方不明者を出していた。勝村は、大津波への対策として、1967年に、大田目部防朝廷を、ついで1984年に、 普代水門を完成させた。傍聴堤と水門の高さ15.5メートルは東北一である。和村の下で堤防建設に関わり、その後普代村村長となった新渡広氏によれば、和村は昭和と明治の津波の高さを考え、普代では14メートルくらいあったので、それを想定して15メートルという高さを決定したという。 深渡しによると、堤防の建設には反発も大きく、他のことに使えばいい。ここまでの高さは必要なのかとの異論も出た。地主の中にもどうしても承諾できない者がいたが、和村は二度あることは三度あってはいかんと決して譲らず、県にひたすら嘆願し、土地収容も絡め、事業認定をかけてまで強行した。二0 1年に発生した東日本大震災の際、 普代村では、傍聴艇の外側にあった、漁業施設は津波によりほぼ全滅、603隻あった、漁船は40隻前後にまで減少したが、傍聴施設に守られた内側では、死者例名、住居への被害例件と、沿岸部の多治地帯に比べて被害は極めて軽微に止まった。これにより、和村は、震災直後から全国的な注目を集め、日本のメディアのみならず、米国の ワシントンポストが見も取り上げた。震災後、堤防に手を合わせたり、カズムラの墓に線香を備える人も見られた。ありがとうございます。